他はございますでしょうか。読売新聞の皆さんにしますね。先ほどの総合会議で商工特例法の設置および通信専攻校の設置に関しての機能強化に関しての研究がありましたけれども、具体的にこのスケジュールがですね、どのあたりぐらいまでに設置またその機能強化を実施していくのか、なんていうところに説明してほしいでしょうか。大阪府において府立の不登校特例校を設置するという判断を今日いたしました。そしてその準備に取り掛かるように教育長にも要請いたしました。これから準備に入ると思います。全国においても公立の不登校特例校はまだない、存在しない中ですから、しっかりと準備を整えていく必要があると思っています。ですので時期についてもこれから、今日不登校特例校、高校の公立高校の不登校特例校を設置するという方針を発表いたしましたので、決めましたので、この時期についてはこれからと、そして中身についてよりこの今後検討を深めていくということになるかと思います。ただ大きな方向とすれば、それぞれの不登校特例校じゃない学校でもやっぱり課題を抱える学校というのはある程度集中してますので、そういった学校に在籍する生徒を支援できるような、そういった機関等のような役割を果たしてもらいたいと思っています。それから通信教育とかいろんな部分でも、不登校特例登校が中止になって課題のある学校にと連携して、通信教育の支援をするだとか、いろんな柔軟性を持った不登校特例校機関校を設置すべきだと判断をいたしました。その時期について、時期も含めて、詳細についてはこれからということかと思います。共同通信の丸田といいます。先ほど の総合教育会議の話に戻るんですけれども、いわゆる不登校特例校ですね、会議の中でも高校は義務教育ではないというお話もありましたけれども、その中でその公立の高校として、設置を目指す背景であるとか、意義あたりはどのようにお考えでしょうか。不登校対策が重要だと判断したからです。不登校生徒が増えている、児童生徒が増えている。そしてとりわけもうこれ大阪だけじゃなくて全国的にやはりこのコロナ禍で非常に不登校の児童生徒が増えているというのが今日 の資料も明らかでした。全体の傾向だと思います。で小学校中学校で不登校になると、やはりそれがそのまま高校に延長する可能性というのは当然高くなってくるわけですから、やはり今のうちに小学校中学校も含めた不登校対策というのを強化する、支援策を強化する必要があると判断をしました。ですので、不登校特例校においても府立、公立の不登校特例校は今全国にはないということですけれども、府立においても早い段階で不登校特例校の準備をすべきだというふうに思います。不登校特例校において、課題を抱える生徒さんをしっかりと支援して教育を、充実するようにしていく。またその課題がある学校、ある程度全府立高校の中でも特定されている中で、そういった課題のある学校をできる限り支援をしていくという機関学校が重要だという思いで、不登校特例校、府立の不登校特例校を設置すべきという判断をしました。なので、そこから、今後、その不登校特例校だけじゃなくて課題を抱える学校、今日 の会議でいくと10% 以上の不登校の生徒が在籍する学校約30数校がで、もう5割以上の 50% 以上の大阪府全体の不登校生徒が在籍しているということですから、やはりこういった32校だったと思いますけれども、32校の学校、また32校の中でも色合いが違いますので、そういった選択と集中というのをしっかりやって、不登校の生徒に寄り添った対策を取れるようにしていきたい。やはり今日教育長の八尾の教育長と現場の高校の府立高校の校長先生の話を聞いても、その不登校の児童生徒というのは背景が様々なので、大切なのはその不登校の児童生徒に寄り添った対応を取るということが重要だと思います。じゃあ寄り添った対応を取るため の仕組みというのを考えたときに、校内支援ルーム、これは
大阪府で実践してますけど非常に有効だということでしたし、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、また不登校特例校も設置をして、それぞれの課題にがある児童生徒に寄り添った対策を強化できるようにしていきたいと思います。という観点から不登校特例校が、法律の不登校特例校が必要だと判断をしました。関連で会議でも示されましたけれども、不登校の児童生徒のいわゆる専任率ですね、小中ですと全国平均と比べてそこまで差はないような数字なんですけれども、高校に関しては、私立高校に関してはコロナ前後問わず全国平均からかなり高い数字が出ております。このあたり何かこう要因など分析はどのようにされているでしょうか。やはりその不登校については生活の環境の変化、特にコロナ禍での生活の環境の変化も多くあると思いますし、その生活の環境の変化と、それからやはり本当に今日の先生もおっしゃってましたけども、児童生徒家庭の状況によって、家庭環境によって大きく変わるところもありますので、生徒なり保護者とある意味寄り添った形の対策をより強化する必要があるというふうに思います。関連で最後、今後のスケジュールについてです、ね、先ほどこれからというお話がありましたけれども、来年の春から大阪市の方で中学の新和中ですかね、が始まりますけれども、それに合わせてこう、シームレスにという意味で、24、5、6と来て27年度にはその公立校のものを設置させておきたいとかです、そのあたり何かこうリンクされるようなものというのはあるんでしょうか。もちろんそれはあります。今日の総合教育会議でも意見も出ましたけれども、大阪市で不登校特例校も設置をしていますから、その不登校特例校のに通っていた中学生の子どもたちが卒業するまでには、大阪府立の高校としての不登校特例校も設置していきたいと思います。また不登校特例校だけじゃなくて、やはりさまざまな事情があって、いかに寄り添う形を作っていくのかが大事なので、会議でも僕も言いましたけど、やっぱりヤオナンというのはバーチャル空間を活用して最初の人と人との、接するきっかけを作っている、ああいった取り組みは非常に有効ですから横展開をしたいと思ってますし、スクールカウンセラー、校内支援分の強化であったり、そういったものを合わせて不登校対策の総合支援パッケージを構築をしていこうというふうに思っています。その中の一つに不登校特例校も設置するということです。今後議会において不登校総合支援パッケージの中身についてもう議論して案を作成していきたいと思います。パッケージについて、その案を出せそうな時期のめどみたいなものっていうのは何か想定はあるんでしょうか。これは今教育庁で今日方向性示しましたから、教育庁で詳細なものを今後作って議会でも議論していくと、年明けの議会からも議論が始まると思います。